長い影を落としてポプラの木が震えてる。寒い季節がすぐ手の届くそこまで入れる。そして彼と私はさよならすることだけを考えながら歩いています。初めての道、私はあなたが好きでした。街の隅で見つけた人のいない喫茶店、何も言わずに熱い紅茶で乾杯しましょう。だけど彼と私は前のように友達に戻りたくても戻れないのに気がつく。私はあなたが好きでした。私は